ハロー、皆さんは億万長者だったら何が買えるかなと思ったことはありませんか？あまりにもたくさんのお金があると何に使えばよいのかわからなくなりそうですよね。実際に億万長者はどうやってお金を使っているでしょう？イーロン・マスクの潜水艇。億万長者が高級車を購入するのは珍しいことではありません。しかしそれがジェームス・ボンドの伝説的な車である場合、比べ物にならないほどのお金を使います。イーロン・マスクは潜水艇を彼のコレクションに追加するために100万ドルを費やしました。でも水の中を潜れるんでしょう？そう高くないじゃんと思う人もいるかもしれません。実際には違います。カスタマイズされたロータス・エスプリは映画の小道具に過ぎません。マンハッタンの駐車スペース。マンハッタンで車を駐車するのはあまりにも難しいと思っている人は、今なら100万ドルで駐車スペースを買うことができます。億万長者にとってはたかが知れた金額です。これは42クロスビーストリートのユニットの下にある10のうちの1つに対する価格。計算すると駐車スペースは900平方センチメートルあたりなんと5000ドルになります。ちなみに高級マンションは900平方センチメートルあたり3140ドルです。駐車スペースの方が家賃より高いなんて信じられないですよね。歩くか地下鉄に乗った方が良さそうです。クライブ・パーマーのタイタニック号。オーストラリアの億万長者クライブ・パーマーは豪華ヨットを購入したり、必要に応じてレンタルする代わりに自分で船を作ることにしました。テーマがとても素敵です。タイタニック2号はあの大階段まで歴史上最も有名な船のほぼ正確なレプリカになります。ただパーマーは自分のタイタニックをもう少し大きく作ることにしました。なぜならお金がたくさんあるから。いくつかの部分は最新の機能とよりスムーズな乗り心地を実現するために改造されました。プロジェクトが数回延期した後、タイタニック2号は2022年に進水を予定しています。プロジェクトにかかった合計金額はなんと5億ドルです。350年前のロイヤルダイヤモンド。17世紀の王女がかつて身につけていた宝石を手にしたことを想像してみてください。美しいビッテルスバッハダイヤモンドはもともと35カラット以上でした。しかし2010年に新しい所有者ローレンスグラフがカットすることにしました。ダイヤモンドはその過程で4カラット以上を失ったそうです。何世紀にもわたって受け継がれてきた大きな宝石の断片が削られるなんて信じられないですよね。ちなみにカットをした理由は血管を取り除き色を強調するため、結局8000万ドルで現在の王族に売られました。超高層ビルのマイホーム。インドの億万長者ムケシュ・アンバニと彼の家族の豪邸へようこそ。バッキンガム宮殿に次ぐ価値のあるこのムンバイの不動産の建設費は約20億ドルです。どうすればマイホームにそんな巨額を費やすことができるでしょうか。27階建てで3つのヘリポートがあり、航空管制室、168台の車を収容できるスペース、ボールルーム、テラスガーデン、80席の劇場、スパ、さらには冬を楽しみたい時のためのスノールームも備えています。なかなか退屈しなさそうな家ですよね。金のプライベートジェット。空飛ぶ宮殿があったら素晴らしいと思いませんか？ SF の話かと思いきやなんと実在します。浪費癖で有名なブルネイのスルタンは贅沢なプライベートジェットを望んでいました。彼の個人用のボーイング747は完全に金で作られています。飛行機自体の費用は約1億ドルです。さらに1億2000万ドルを追加してジェットをスルタンだけが飛べるようにカスタマイズしました。お金があれば何でもあり。ダイヤモンドを散りばめた高級車。この車は保険をかけるのが難しいかもしれませんが、億万長者であれば全く問題ありません。サウジ王子アルワリードが30万個のスワロフスキークリスタルで覆われたメルセデスベンツに4800万ドル近くを費やしたと噂になりました。車に触れる費用として1000ドルかかると言われています。しかしこれは実際に起こりませんでした。車は存在し様々な自動車ショーで展示されていましたが、王子は決して購入したわけではありません。実際の島。
アラブ首長国連邦の王室は自費で多くのものを購入しました。しかしアブダビにプライベートアイランドを所有している場合はそこにマークをつける必要があるようです。シェイクマハドは自分が所有しているものを世界に自慢したいがために砂に自分の名前を刻印しました。しかも小さく書いたのではなく宇宙からも見えるほどの巨大な文字で。早速 Google Earth で確認してみなきゃと思っている人は残念、現在はもうなくなっています。多くの億万長者はプライベートアイランドを所有していますが、実際にそれが自分のものだと主張するためにそこまでのことはしません。高級家具、家具代として3600万ドル使いたいって人はいますか？私はもちろん無理ですが、リヒテンシュタインのハンス・アダムス2世王子はまさにこの額を使いました。購入したのは黒檀のバドミントンキャビネットです。なぜこの家具がそんなに高価だったのかって、それは18世紀の歴史的な作品だけではなく、メノやアメジストなど非常に貴重な宝石がたくさん刻まれているからです。これまでに販売された中で最も高価な家具としての記録さえ破りました。金のトイレットペーパー、嘘だと言いたいところですが本当です。トイレットペーパーマンと呼ばれるオーストラリアの会社は、どこにいても何をしていても人々は金の贅沢を必要としていると判断しました。22カラットの金で作られた3枚重ねのトイレットペーパーは約140万ドルの費用がかかります。これは超お金持ちの人が購入する最も奇妙なものの一つです。どんなにお金持ちでも違和感しかないですよね。金のトイレ、金でできたトイレットペーパーを購入すれば通常のトイレだと物足りなくなります。ある香港の宝石商は金と貴重な宝石でバスルームを作ることにしました。便器、洗面台、トイレブラシ、ホルダー、鏡台、シャンデリア、さらにはドアやタイルまで全てが24金でできています。天井もルビー、サファイア、エメラルド、琥珀で飾られています。総額350万ドル。ルイ・ヴィトンのゴミ箱、ゴミ箱でさえブランド物を買わなきゃと思う人は間違いなくお金持ちです。2018年有名人キム・カーダシアンは自宅の最新の小物をお披露目しました。通常のゴミ箱とリサイクル用のゴミ箱のどちらもルイ・ヴィトンのロゴで飾られています。カスタムペイントの可能性はありますが、はっきりとは言えません。自分だけのミニルイ・ヴィトンのゴミ箱が欲しい人は eBay で5000ドルで購入できますよ。もしくはもっと役立つものに費やすのも良いかも。例えば次のアイテムのように、ルイ・ヴィトンのハンドバッグ、いやこれはゴミ袋ですね。でもこのゴミ袋は防水で緑色や茶色があります。この袋はレインボーバーゼイズと呼ばれていて2000ドルもします。私なら5ドル以下で DIY しちゃいますね。1万年の時計、もしあなたが世界一のお金持ちだったらそのお金で何をしますか？ジェフ・ベゾスの答えは大きなロケットを作り宇宙への日帰り旅行を実現すること。実際にこれは実現しました。そして今もう一つのお高いプロジェクトに取り組んでいます。それは時計作り。ただしこれは普通の時計と少し違います。ロングナウ時計と呼ばれる時計なんです。ミステリアスですね。ベゾスはそれを自身が所有しているテキサスの山の奥深くに置いています。完成すれば50階建ての超高層ビルと同じくらいの高さになります。これまでのところ4000万ドル以上の費用がかかっているそうです。この1万年の時計は1年に1回しか針が進まず1000年に1回しかチャイムが鳴りません。この時計が機械式なのは良いことです。これほど大きなバッテリーを作るのは間違いなく厳しいですからね。高級なヘアカット、ブルネイのスルタンは散髪をするとき1回に2万5000ドル以上を支払う準備ができています。専属の美容師をロンドン中心部から数週間ごとにプライベートジェットで来てもらいますが、この費用は全てスルタンが負担します。ホテル、高級料理、交通機関、何にでもお金が出るんです。まあ価値があるといえばありますよね。さて次、古くなったケーキ、
ウィンザー公爵と公爵夫人の1937年のウェディングケーキは、1998年にサザビーズのオークションで約3万ドルで落札されました。ケーキと相性が良いものといえば、世界で最も高級なアイスクリーム。ドバイのスクーピーカフェでは、ワンスクープわずか817ドルでブラックダイヤモンドのアイスクリームを楽しむことができます。財布が悲鳴を上げるくらいお高いデザートには、食用の23金の金箔とトリュフやサフランなどの豪華な輸入食材がたくさん含まれています。しかもベルサーチのボールとスプーンで出され、どちらも持って帰ることができます。そう考えると安いかもしれません。それでは皆さん、またお会いしましょう。